本日クレーンゲーヤーさんと千葉鑑定団松尾伝さんにやってきました。こんにちは。こんにちは。前回好評だった対決企画をまたやってほしいと。お、あれですか、早く取ればいいんですか。それはね、対象までです。あ、それ対象のスタイルでしたが、はい、令和のバトルスタイルは何なんですか。どんだけ美しく取るか、技術で勝負。おお、これやってるんですね。そうです。視聴者さんに、はい、あのコメント欄でどっちが美しく撮れたかっていうのを評価していただくと企画になります。これでコメントを皆さんで読ませていただきます、はい、いや本当たくさんの方にコメントしていただいてありがとうございます。最初はひょっけっぽい、じゃあ先行で、あたまに NC バトルありますよね、選んでいいよみたいな。これはあくまで高貴なるクレーンゲームってことですよね。そうです、そうですよね。早く撮れればいいはもう終わってます。終わってますと、こうまず、あー、まあまあ美しさはありますね、これは趣ある一手です、ね、いや、そうなんですよ。和歌に欠けそう和歌に欠けそう。あー、それはどういう芸術を、もう多分、自分でも理解できないっていう。あー、ここから上げます。上げるのは、ただアーム使って上げるんじゃなくて、はい、地球の重力をちょっと弱くします、はい、随分なんか科学的ですね。そうです、地球の重力を利用してこう上げる、これおー、重力今使ったんですか。なりで最後自然を使って、自然エネルギーを使っていくっていう、まあナルトのその専任モードから結構その知識を、はい、得たんですけど、はい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 、まあ、それを今しました。使ったってことですね、はい、最後は、はい、ただ手前持って返すんじゃなくて、はい、手前持って返した後に重力かけます。だいたい重力がかかってるんですよ。見てください。いきますよ。はい。ほら。おお。こうです。次もやばいのきますよ。やばいのくるきますよ。承知しました。これですね。まあ、これどういう技で？宇宙飛行士って技です。宇宙飛行士。地球の重力をなくす。ああ。これもう一回しっかり手前に乗せるっていう技です。普通にやるじゃないですか。攻略しに行ってます。そうですか。芸術ですか。ここで。地球の自転を使います。自転使ってこう、あー、来た。これあれですね、あの南半球と北半球で違うやつですね。そうです。あー、ブラジルの皆さんは使えないですね。ブラジルじゃむずいっすね、この技は。使えないんだ。はい、弱持って手前返すって、はい、で、ただ手前に返すだけじゃつまんないんで、はい、ちょっと重力使います。重力、そう、こう、おー、これ重力逆らってません、これ大丈夫ですか。これ逆らってるんですね、重力にゆいちゃんの左目らへんやりました。で、今度クレーンゲリオンさんが選んだブースはこちら、はい、ここ、はい、芸術展ということでね、皆様に、はいはい、芸術的なクレーンゲームを今日も見せちゃおうかなということで、はい、確かにこのタイツなんかマルジラっぽいですねそうですね、まあ、基本的には箱の形が珍しいんで、このタイプは確かに芸術展高いよねっていう。あ、まあ、この辺はまああのネクタイもしかしてバレンシアが、あのネクタイはバレンシアとシュプリームのコラボ。おお、なんかフェイクっぽいですね、それめちゃくちゃフェイクっぽいですこのギリギリ入れて、はい、はい、左の爪で一気にもう芸術加速させます。あー、いいっすね。この、わかりますかね、この絶妙な角度なんですよね。やっぱここに僕らこだわりを持ってやってるんで、でこう見たらなんかちょっと若干なんかそのフェンディの目っぽいっすね、角度がそうですね、フェンディの目です、これは、はい、これであの半の爪を奥にかけるんですよ。ですとまたさらに加速します、芸術が。はい、うまっ今乗るだけだと思いますよ、皆さん、はい、やっぱ芸術って意外性大事なんで、すごい今視聴者の人も数秒思考が停止したと思うんですけど、これ前回も加点ポイントです。回す、はい、目回っちゃう。2回戦目ということで、うん、こんな感じ。女性のスレスレしかの武器付近狙いましたこういうこと、これで奥の接していきます。これ、はい、危険ですからね危険も芸術ってあるんですよ、はい、危険でかっこよくないですかかっこよくないですか、かっこいい、危険かっこいいんで奥の接狙ってます。あー、これ芸術高いですね。乗ったまんま、いや、これそれこそまさに重力に反してません、これ。そうなんですよ。多分ニュートンがクレゲしたら多分重力に気づけませんでしたリンゴがリンゴの木があってよかったね
実家農家なんですかね、ニュートンは。多分リンゴ農家。実家はゲームセンターだったら気づいてないですよ。気づいてないです。ニュートンも。ニュートン多分実家がリンゴ農家。リンゴ農家。はい、来ました。ビタビタの。でこれ最後奥を持って返します。普通にコレクションです。ちょっと芸術点減点じゃないですか今のは。ただここでニュートン。ニュートン。だってこれが宇宙空間だったら落ちてこないです、まあ、確かに。あ、地球でよかったなっていう。あー、再認識、はい、重力の再認識。そうです、それを使いました。ありがとうございます、はい、G マテリアル皆さんご存知ですかね。そもそも芸術点が高い景品をまあやっぱ抑えていくっていうのは僕らこう芸術系クレーンゲーマーとしては基本なのかなっていうところで、ね、はい、でまずははい、箱を立たしていくいやちょっとこれはどういう芸術を見せていこうか悩ましいですね。本当になんかこういう方がやっぱりアートって生まれるんですよね、こういう形から。これから行け、左。おー、ちょいお菓子ね。ちょいお菓子ね。なんかドラゴンですよ。なんですかね。ちょっと顔見えないんで、はい、芸術下がっちゃうからちょっと一回手前に戻します。行け。おお、はい、じゃあ帰ってきた。落とし方パワフルなパワフルなクレーンゲームはやっぱ芸術点高いですから。いいよいいよちょっともう一回お顔見えないんで、お顔見せるところから顔出すのが大事なんですね。そうですね、やっぱり。あ、いいよ、あ、いいよいいよいいよ、うぅぅ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 ぅ。出しちゃったな今の。勝てない。あ、しかもこれ今のは勝てない。この時間差、オブ時間差、皆さん今時間止まってましたからね。止まってましたね今のはすごい。まあ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 、ちょっとね出しちゃいました、必殺技。すいません、はい、じゃあこちらも加点しておいてください。こっち強い、負けだ。よっかるもよっかるもある指定戦。あんなの人見せられちゃったんですけど、この足の組み方、はい、やばくないですか。確かにこの組み方はいいですね、はい、これはなんかおさらに組み方が見やすくなると。そうなんですよ、これなんか多分証明されてます。この美しいラインっていう、なんか美しい芸大で習う、あのちょうどあの形、あれですね、もう足の方程式ができてるわけですね、ここに。そうです、組み方の方程式。足組みらへん、足の方からいくんですね、やっぱり。足首狙うのがコツです、これは。そうするとこう角度がつくんで、最近なんか汗が気になってるみたいで、イレーナさん、はいはい、脇になんかまるでボトックス注射を打つように、はい、この両アームで脇狙ってきますこれで結構マニアックな、はい、あれです、内容ですね。これでボトックス、ボトックス、おー、おー、これでも脇気にならず。芸術ですか、美容、美容な気がしますけども美容も美しさで言えば確かに芸術ですね。でこの左アームですね、この何でしょう、ちょうど腸らへん、上行結腸らへん狙って。上行結腸マニアックなあるね、もう全然拾えないまるで。皆さんの右足らへんに若干産毛が残ってるんで、はい、右アーム使って部分照射します。脱毛のこの右足らへん、これはミゼですか。ミゼ、これミゼ、あ、それミゼです、はい、あ、ミゼいいっすね。ミゼいいっす。あ、ミゼ、あ、ちょっとこれ行き過ぎたんですか。ミゼいいんですよ、ここら辺、はい、ここら辺を左アームで部分照射。これは湘南美容外科クリニック。あ、これ湘南美容外科ですね、はい、湘南美容やばいっすよ。湘南美容やばいっすよ、ね、紹介で割引。おお、ここで、はい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 、これはどういう、もう全身、全身照射。あ、全身照射ですね。おー、全身照射だすごい、すごいですよね。全身ツルツルになりました今ので。最後は両目で頭の辺狙って、はい、まあ、トリートメント塗る感じですね、イメージは。頭には全身照射しないんですか。しないです、そしたらハゲちゃう、坊主になっちゃうちょっと、おお、はい、おー、最後は本体で VIO ら辺をこの、こう仕上げの、仕上げの、仕上げ、仕上げのね、両アームで手前狙って、はいはいはい、あ、VIO、VIO、これ VIO っすね、はい、あー、綺麗、綺
綺麗になりました。こんな感じのテクニックです。いやちょっと見せられちゃったな。だいぶ見せました。美容がすごいっすね。美容がしかも上空結腸も攻めてたんで、はい、お通じも良くなっちゃいました、はい、健康にもなっちゃった。健康にもなっちゃった。やばい、はい、さっきの美容とはかけ離れた、ね、やっぱ男らしさでいくんですけど、モルフィーさんね、やっぱりあのエクヘッド編を、はい、まあ、一通りねこう見られてる方は分かると思うんですけど、まあ、集大成のねバトルレコードだった。おお、なるほど、まあ、これは芸術性高いでしょというところでねクレインってやっぱフィギュア重視しますね。こういう造形があって僕らのやっぱ芸術って生まれてるんで、ね、おお、これはどうだ。これはダメージ加工入った。あ、エイジング、エイジング効いてますね。芸術的なこう取り方、あ、エイジングあ、爪痕残していくんですね。そうですね、やっぱりあの人のチャンネル出るときは爪痕残さないといけないんで。うまいですね。座布団1枚。これで、ああ、いいですね。おまずはね、芸術的なやっぱ、ひし形を作りたいですね。これ、ひし形。OK。いいですね。お前回 の対決でもありましたけど、やっぱひし形を作るっていうのは、うん、僕らの芸術系クレーンゲーマーからすると、まあ、必須の事故なのかなっていう。おわいい、これ、踏んじゃないですか、もうすぐで。そうなんです。一瞬、オリオン座に見えました。あ、オリオン座に見えました。はい、先生。あー、どうしようかな。終焉。いやちょっとあなたとあなたとあなたでオリオン座。ちょっとここ入って芸術的な、本当にこれでも現実的な撮り方です。本当ですか。ちょっとだけまっすぐにして落とすっていう太古の芸術。あの結構手前側はしっかりと重みがあるんで、はい、うまく芸術点を上げていかないと。おお、重力見事にできてません。ちょっと相手のネタなんでね。ネタって言わないでください。ネタじゃないです。ネタじゃない。真剣です。ネタ。これでいけいけ。よし。アイザックネタ。いけ。いや、惜しい。これ左落ちてますよ、こっち側に。いけ。おお。今のエロいっすね。肉落とし。今回どうだろう。でも勝負ですね。次あのドラゴンボールやばかったですね。まだやばかったですね。あれ皆さんのコメントに勝ってるので、ちょっとぜひ皆さんのコメントでジャッジしていただけます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、一応回すんですね。加点だから